ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップサシューヒー茨城 GC 西 C 茨城県6680ヤードパー72国内女子ツアーの今季メジャー初戦が最終章に入る大会は残すところ18ホール6打のリードをもって首位に立つ山下ミュウユーの逃げ切り優勝はあるのか2位タイにツアー3勝目を目指す青 キセレーナと初勝利を狙う安田博果山下の背中は遠いが最終組でプレッシャーをかけていきたいさらに1打差には昨くの賞金女王に輝いた稲見もね不審から脱した稲見の追い上げにも注目が集まりそうだ山下が抜け出しているとはいえアンダーアッパーグループはわずかに11人 難解なグリーンを攻略し今季最初のメジャー上に君臨するのは一体最終組はこの後11時10分にスタートする山下美優有は超天然会見で話したことを何で知っとると驚く山下美美優20イコールかが電子イコールが国内メジャー初制覇に予手をかけた 2位に1打差の首位で出て6バーディー。1ボギー。この日のベストスコア67をマークし、通算11アンダーに伸ばした。過去にメジャー最終日の最大逆転は5打差で、2位と6打差は安全圏。初日から首位を走り、1988年のツアー制施行後、 4日間のメジャーでは日本人4人目となる完全 V でのメジャー初制覇とツアー2勝目を狙う山下は母・ゆきさん46の誕生日だった初日5日に大会コース記録を更新する64会見でアクセサリーを買ってあげたいと話した記事を見た母がそんなしなくてもええよと遠慮気味に言うと何で知っとる 天然ぶりを発揮したという。第2日、6日後は、もつ鍋が食べたい。渡航物の肉でパワーを、チャージ。最終日、8日は、母の日で。連日ドキドキしながら、プレーを見守る母に、メジャー初ぶりのビッグプレゼントを届ける。山下美悠優。帯同した父の教え。 まずは焦らずマイペースに思い出し2位と安全圏の6打さ山下美ュウ。20イコールかが電子イコールが国内メジャー初制覇に王手をかけた2位に1打差の首位で出て6バーディー1ボギーこの日のベストスコア67をマークし通算11アンダーに伸ばした過去に メジャー最終日の最大逆転は5打差で、2位と6打差は安全圏。初日から首位を走り、1988年のツアー制施行後、4日間のメジャーでは、日本人4人目となる完全部位でのメジャー初制覇と、ツアー2勝目を狙う。最終18番のティーショットで、山下の足は震えていた。 打球は左ラフへピンまで195ヤードの2打目バンカー手前へ刻むことも考えたが思ったよりボールが沈んでいなかったと冷静にごユーティリティを選択バンカー左サイドのグリーン手前から転がしてナイスオン思った通りに打てた今日置に上げたセカンドショットでパーを拾い方が緩んだ 初日首位で2位につけた3打差が、第2ラウンドは1打差に詰まった。緊張しながら回ってきた。追われる重圧を感じる中で思い出したのは、1ヶ月ぶりに帯同した父、正臣さん、47の言葉。まずは焦らず。マイペースに。重要な局面で反数した。離れていても、 動画などでチェックしてもらうが、実際に見てくれると、球筋も全然変わってくる。着てみてくれた方が自信になるし、納得できる。ここ3戦連続の予選落ちから1点。3日間のパーオン率79.63%はトップ。ショットの安定が大きい。あとはパッティングで。 どれだけ決めきれるかと思っていた。13番の9メートルを含めて4バーディーが3メートル以上と、今週導入した新パターンもハマる、好循環に声が弾んだ。最終日を首位で迎えた過去3戦は優勝を逃したが、いずれも2位と1打差以内でのスタートだった。メジャーで6打差以上の逆転劇はなく、歴史も後押しする。 成人を迎えた今春に掲げた目標が国内メジャー制覇2001年生まれの21世紀世代で複数回優勝している笹生優花最後真央もまだ掴んでいない国内メジャー制覇がはっきり見えている初日から一度も首位を譲らない完全部位へ緊張しながらになると思う本当に最終日まで何があるかわからない だ。だ。集中して回れたらいいひたすら集中と繰り返してきた今大会身長150センチの20歳が大きな夢を成し遂げとびきりのスマイルを見せる。